リヤチの理科教育を支えているのは学校ばかりではありません。地元の企業も強力に支援しています。刈谷市は自動車関連企業が立ち並び、ものづくりの町として知られる全国でも有数の工業都市。トヨタ車体株式会社では、地元の子どもたちを精力的に招き、自動車生産工程の見学会を行っています。ものづくりのプロたちによる最先端の生産現場を見ることができるのは、子どもたちにとって大変貴重な経験です。刈谷少年発明クラブは、トヨタ系企業の支援によって設立された日本で一番最初の発明クラブ。小学2年生から中学3年生まで1000名以上が会員となっています。ここでは充実した設備のもと、ものづくりの基礎から高度なものまで、子どもたちの能力に合わせた様々な技術教育が行われています。講師を務めているのは主にものづくり企業の OB たち。日曜日も開講しているので、休日を創作活動の時間として有意義に活用することができます。地元愛知教育大学では、有志の学生たちが刈谷市内の小学校を順番に訪問して理科の楽しさを伝えています。住吉小学校の体育館で行われていたのは、ワクワク理科実験教室。白衣姿で教えているのは愛知教育大学の学生たちです。オレンジオイルで発泡スチロールが溶けること、オキシドールと野菜を混ぜて作る野菜ロケットなど、身近なものを使って不思議な現象を見せると子どもたちは興味津々。刈谷液体窒素が見せる超低温の世界。ハイスピードカメラを使った地球の世界。このような実証授業は、子どもたちにはもちろん、教える側にとっても学ぶことは多いのです。普段こうやって子どもたちと作ることもあんまりないので、やっぱりこういうところでこうやって実際にやってみるのと、やっぱりそれで思い描いてるのとは全然違うので、子どもたちの反応がどう作るのかとか、やっぱり勉強になるなとはすごく思います。中央児童館のプラネタリウムでも、刈谷市の理科教育に対する盛り上がりを見ることができます。通常、プラネタリウムのプログラムは、製品を購入することが多いのですが、中央児童館のプラネタリウムは、刈谷市だけのオリジナル。何の相談してたの？市の職員と小中学校の先生、そして市民ボランティアの手によって、刈谷ならではのプログラムを制作しています。ストーリーを考えるのは理科や国語の先生。イラストを描くのは美術の先生。ナレーションを入れるのは市民ボランティアの人たちです。宇宙ステーションで働くんだ。そのために宇宙ステーションに体験に行ったんだもんね。そうか。作品は年に4回更新され、どれも手作りで大変温かみのあるものとなっています。こちらの作品は中央児童館でしか見ることができませんので、ぜひ足を運んでみてください。また刈谷市では年に1回、保育園、幼稚園の5歳児、小学4年生、そして中学1年生を対象に、授業の一環としてプラネタリウムを視聴する学習投影を実施しています。
このように刈谷市の理科教育は地元の企業や大学、そして市民など地域が一体となって支えているのが大きな特徴となっています。刈谷市で毎年1月に行われる児童生徒理科研究発表会、子どもたちが夏休みから続けてきた研究の成果を発表する舞台です。そこでジャガイモを入れた水にキャベツを入れるとシャキッとするのはなぜかをテーマに研究を始めました。多くの人たちが見守る中、自らの研究成果を堂々と発表する子どもたち。そこでこれらの疑問について調べていくことにしました。実験の途中、面白いことを発見しました。それは水が消えるとき、一番目が鮮明に見えたのです。刈谷の理科教育は創造性ある素晴らしい子どもたちを輩出しています。刈谷市は平成18年度から20年度まで JST 科学技術振興機構の理通第一モデル地域事業に参入して、これまでに紹介した様々な取り組みを行ってきました。そして平成21年度から刈谷市の独自事業として新たに刈谷市理通第一推進事業を展開し、理数教育の一層の充実と拡大を図っています。ものづくりの町刈谷市では理科教育を通して創意工夫にあふれたたくさんの子どもたちを育んでいきます。